森の奥で生まれたアルパパのクラクラ実況。はい、どうもハルパパです。正確に言ったらおはようございますということですね。今ですね、ただいま時刻朝の7時33分でございます。私ですね、久しぶりにリアルタイムアタックをやっていこうと思います。配置としてはね、こちらの6番の配置なんですけれども、まあ、一応ね、同格にはなるんですけれども、だって こちらご覧ください。これまあね、まあちょっと楽な配置なのかな。楽な配置ですよね。必ず結果を出したい。最低星2以上。なんかね、このジャンプ、ちょっとね、もう編成ご覧ください。こちらのね、0時1フリーズじゃないで、あのジャンプ4、この編成がね、異常に強いよと。で、まあゴレさんのネクロ8で、ウィゾーロ優勝から11、ダラーっとで、余ってはいない。ジャイアントをね、後ろからちょいちょいちょいっての、この補助でつけていくと。はい、この編成でね、あの知り合いのクランさんのリーダーさんが、これ今強えよって言ってリプレイ見せてもらったんですよ。すんげえ、もう全開、完走全開してたんですよ。なのでね、このぐらいの配置、あわよくばいけるんじゃないかと思って、私は朝からハイテンションでお送りさせていただこうと思います。はい、さあ行くか。援軍はね、無視しちゃおうかなと思います。6いきます。よし、やっぱね、これね、失敗したとき、寝ぼけてましたとかなんかね、そんな感じでいこうかな。保険打っていこうか。もう保険打っちゃおうぜ。このね、攻め方としてはね、私はですね、4次面からね、この辺からもう6次面、3次面から6次面にかけてちょっとずらーっといって、ジャンプをこことここ、そしてここに打とうかなと。ジャンプ4、まあ単純な、至って単純明快な戦術なんですけれども、ありがとうございます。朝から起きてますね、みんなね。これね、何が強いかってね、このね、両サイドの3時と6時をね、ウォールベイカーではなくジャンプで侵入していくことによって、ゴレが一切ね、止まらないんですよね。あ、ただちょっとこのババキンうざいな、ババキンうざいな、これババキンうざくない、これ。まあいっか、いけるでしょ。よし、行こう。コメントだけ一回拾っとこうか。ありがとうございます。行こう。うわ、すげえ緊張する。久しぶりのリアルタイムアタック。もうリアルタイムアタックってさ、よし行こう。なんでこんな緊張するんだろうね。いけっかな、これ。なんか手震えてくんだけど。もうね、突っ込んでいくだけなんで、もう脳筋ゲームっていうことでやっていきたいと思います。もうイーグル4なんて無視だよね。いけっかな。この真ん中のジャンプは結構重要ですよね。チョンチョンチョン、あ、いいんじゃないの。オッケーだよね。で、ヒーローいるからこっちから行って、こうしてこうで、こっちちょっと多めに出してこう流すと、ビーっと、よし、ゴー、よし、ゴー、頑張れユニットたち、進軍していけ。よし、どうだ、それるなよ、ネクロそれるな、あんまりそれるな。よし、ラバハンド来た。はい、先打ちポイズン、オッケー、これオッケーでしょ。どう、全然いいんじゃないの、これ先打ちでいこうか。それんなよ、ラバしね。どうだ、よしと、やばい、ババキンやばい。あれ、どこ行った、イーグルホ。ちょっと待って、星にオッケーで、いや、ポイズン使う場所がなくなった、タイミングなくなった。あ、着早く、イーベルの、おしよ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 し、いけ、進軍しろ。広く見ていきましょう。進軍しろ。ババキン以外のでかいな、ちょっと、まあ、とりあえず星に取ったな、星には取れた。ちょっと待って、ロイヤルクローク、どうだ、じゃあ左行くな、もうインフェ行け、インフェ、アホかよ、アチャク、よしよしよし、朝の7時、64%、終わった、まあ、こんなもんでしょ。何が悪かったんだ、ちょっとコメント欄でお願いします。ご教授お願いします。インフェ倒せ、インフェ
はい、強制終了ということで、はい、まあ最低ね、星2を、目指してたので叩かれそうだな。まあいいか、うん、こんな感じでお送りさせていただきました。ありがとうございます。よし、ねどうしようかな、うん、キラーンということで、まあそんなことで、今回久しぶりにリアルタイムでアタックお送りさせていただきました。まあそのうちカンスト村でも、襲撃してみますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。